俺の職場での話。俺の職場の先輩は面倒見がいいし、仕事もすげえってほどじゃないけど確実で、取引先からも指名で仕事が来たりする。ただちょっと困ったとこは、異様に家族のことを大切にしてること。奥さんや娘さんのことを話し出すと止まらなくって、休日明けなんかは家族と何をやった、どこへ行ったってことを写真を見せびらかして話してる。それだけならいいお父さんで済むんだけど、問題は奥さんと娘さんがすでに他界されてること。それ以外は本当に頼りになる人で、仕事にも支障がないからみんな触らないようにして過ごしてる。で、いつぞやの忘年会のこと。その年は割とでかい仕事が成功したこともあって、忘年会はかなり豪勢だった。先輩もいつになく上機嫌で、普段は絶対にしない深酒をして、しまいには歩くどころか椅子に座ってるのもままならないことになってた。そんな状態だから一人で帰すわけにもいかないけど、先輩は家族が待ってるからと帰ると言って聞かない。仕方なく社長命令で俺ともう一人の同僚で送っていくことになった。同僚は下戸で車に乗ってきていたので、その車で先輩の家まで行くことになった。本当は同僚だけが送っていけと言われたのだけれど、見捨てられずついていった。先輩はどっから見ても酔いつぶれてるってのに、いつの間にか持ち帰りを頼んでて、それをしっかり抱えてたのを覚えてる。先輩の家に着くと、当たり前なんだけど家の中は真っ暗。いくらか回復してた先輩はもう寝ちゃってるなぁと言って笑った。お茶くらい出すからというのを、とっくに日付も変わってるしと断っていると、トタタタタタガチャッと玄関が開いた。なんだ起きてたのか、お土産あるぞと、どこか嬉しそうな先輩。真っ暗な家に入っていく先輩に、俺らはそれじゃと言って車に乗り込んだ。車の中でガチガチ震えてる俺ら。なあ先輩は何と住んでんだ。今でも先輩は誰も写っていない奥さんと娘さんの写真を見せてくれる。